ちゃこんにちは。さあ、ゆだかさん、はい。まあ、昨シーズンは FA でどの選手が出るのかっていうの話題になったんですけど、全く出なかったな。またよし投手ぐらいでしたね。またよしなんかローマークだったけどね、出るとか出ないとかいう話ではね。そうですよね、まあ、最大梅野がどこ行くんだっていうことだったけど、はい、やっぱこうなんかコロナの影響かなんか知らないけど、なんかこうみんな牽制し合ってるよね。なんかそうですね、ちょっとこう静観してるというのか、ちょっと引いてみてるのか、あんまり活発な動きっていうのはなかったんですが、ね、じゃあ今シーズンオフどなたが FA 権を持ってるのか。そうだな、 FA ネタはまあ最初に言っとかないとな。あ、そうですよ、一体何が出たかって。じゃないとまあ途中からそうです、ね、どうせはまあもう無理だとか、どうせはもう活躍しないから FA 無理だとかもうそうやって言っていかないとさ。そうですよね、うん、で主な大型、はい、ちょっと大物の4選手ピックアップしたいと思います、はい、まず1人目は阪神の西勇輝投手。あー、西な、西は出んじゃないの、まあ出ますかね。まあ、オリックスから FA で阪神来たんですけれども、うん、今オフまた2回目の FA 権獲得ということで、うん、で、出そうですか。あんま出んじゃないのかなっていうのは気はするけどね。あ、阪神ってあんまりいいことって起きてないでしょ。そうですか。起きてる。いや、なんか一応、まあ A、 まあエースというか、まあなあ、はい、FA であれだけのピッチャーが来たんだから、はい、まあ、エースとしては取り上げられると思うけども、はい、なんとなくこうパリグ向きかなっていうふうに思うよね。あ、ピッチャーのタイプ的にっていうことですか、うん、逆に パリーグでは、はい、セリーグではいるけども、はい、パリーグではいないような感じのタイプだもんね。あ、西こう力じゃなくてこうかわしていくという、はい、うん、で実は阪神の担当記者、はい、団っていうのが出てるんですけれども、はい、まあ、他球団からの評価も高いので、うん、仮に阪神と決裂した場合は移籍の可能性も出てきますと、うん、で良くも悪くも自分を大事にして情に流されないマイペースな選手なのでという、まあ、そうだよねマイペースは分かるよね。去年マイペースにマウンド降りていったことありましたからね。降りていったりとかいろいろあったけど、はい、まあ、まあ、今のところ今俺が感じることは出ていく方が強いのかなっていうような感じはするけどね。まあ分からないよ、それは全然、はい、でも俺が感じてることだから。そう、まあ、そうですね、なんとなくなんとなくだ。そうですよね、だからずっとこう阪神にいたわけでもないですし、そう、まあ、メガオリックスだけどね。そうですよね、はい、あとは他球団でね、例えば西投手欲しくて金額を出すっていうところがあれば、うん、まあ、評価だな、はい、でもまあとりあえず FA 宣言はするんじゃないのかなって思うけどね。うん、しそうですよね、うん、で、同じく阪神の岩崎優投手、はい、中継ぎで非常に活躍していますけれども、うん、この選手 FA 取ります。さあ、どうするんでしょうか。ここは動かないような気がするけどな。そうです、やっぱ生え抜きでしょ。はい、うん、俺はなんとなく動かないような気がする。性格的なこととかで評価されたでしょ、はい、去年とかね、はい、すごく、うん、だからそういう意味では俺はなんか動きそうもないよ。まあ、阪神の OB の方曰く、岩崎投手は西投手以上の評価をチームから、まあ、球団から得ているというふうに語ったりもしてるんですけれども、やっぱそれ誰よ OB って。OB でしょうね。ちょっとこれはまたちょっと違うと思う。違いますかね。やっぱ比べる方がおかしいと思う。あ、その先発と中継ぎと比べる方が俺はおかしいと思う。ただチームによっては中継ぎが欲しいっていうところもあれば、先発が欲しいっていうところもあって、それは評価は分かれるところがあったとしても、西のタイプっていうのは先発もできれば、まあ本人は嫌だろうけど中に入ってくれって言ったら中もできるタイプだから。西投手、うん、じゃあ岩崎が先発いけるかっていうと、なかなかちょっと厳しいかもわからないね、今からじゃ。もう染み込んだものがあるからね、はい、うん、ただ阪神はやっぱりその、ね、中継ぎのやっぱり一角になっている岩崎投手を出したくないとなれば、うん、やっぱり金額がそれ相応のやっぱり提示してきますよね。まあ、活躍次第だな、今シーズン、うん、で他球団の評価がどの程度か、はい、それに見合った金額はいくらなのか、うん、まあ、今シーズンかけてそれをやっていくんじゃないの。ちなみにですけど、岩崎投手を欲しがっている球団は豊さんどこだって欲しいと思う。まあ、それはいて邪魔になる選手じゃないもん。まあ、そりゃそうだね。いや、んで左だしさ、はい、それは貴重だよね。豊さんがどっかの球団だったらの、うん、ね、監督だったりその球団社長だったら結構な金額出してでも欲しい。まあそうだな。
どこが欲しい？いや、ただその同じチームに同じような左がいて、はい、うん、あ、俺中継ぎから経験させてゆくゆくは先発に誘うとか、うん、そういうチームのその戦略があるんであれば、はい、まあいらないっていうふうに判断するかもわからないけども、すぐ使えて抑えてくれるっていうのは、うん、それはもう貴重な戦力にはなるとは思うけどね。どこら辺が手を挙げそうですかね。どこら辺、はい、これはどこでも挙げるチーム、まあ、お金があるところならでしょうけど、そのあそこが手を挙げたらもうお金では勝てないからやめとこうって、はい、いうようなことになってくるから、そんなにバンバン手が上がるということはないよ。巨人で今ハートに訴えかけて、はい、いや頼むっていうよりもやっぱお金だからそこはね、そこはだからそこは評価だからさ、お金が。そうです、ね、だから、まあ、そう簡単にはいかないよね。よくあのこのコメント欄でも、うん、いろんなチームのファンの方見てらっしゃいますけど、うん、うちのチームに欲しいとか結構書いて、いやいや、まあ、どこだと欲しいと思うよ、岩崎はね。ね、まあ、西もそうだよね。まあ、そうですよ、先発は安定して、はい、クオリティスタートをやってくれるピッチャーっていうのは、うん、なかなかそんなにいるわけじゃないから、そうです、ね、それは欲しいとは思うよね。そうですよね、はい。で野手では、はい、中日の高橋周平選手が FA、はい、まあ、去年悪かったからね。そうですね、ちょっと、うん、まあ、新監督立浪が行って、はい、おそらく気持ちも新たに今年またバーンとあの活躍するとは思うけどね、はい、まあ、その先はどうなるかだよね。そうですね、うん、この高橋周平選手はやっぱりその打撃の面で今シーズン成績残せれば、その FA 市場でも結構こう金銭的な要素になってきそうですよね。まあ、あの打つだけじゃなくて守りも上手いから、はい、まあ、難点を言えばちょっと足が遅いというね、はい、それだけで、まあ、あの守備もバッティングもやっぱり一流の選手になれるから、なれるっていうかもうなってるのかな、うんうん、だからそれはもうちゃんとした成績を上げれば、はい、まあそれなりの競争は入ってくるよね。そうですね。ただ高橋周平選手どうですか、中日から出そうなイメージってあります？背番号3番だろ、はい、立浪の背番号もらってんだよね、はい、そこそのくらいやっぱ期待して取った中日の花形選手に刺そうと思って、はい、まあ、なってきたけども、はい、これはやっぱ中日が手放しちゃいかんよね。そうですね、そこはだから高橋がうんぬんというよりも中日がなぜ3番を付け出させて、ね、立浪が嫌がるのに、はい、で周辺に3番を譲って、うん、まあ、それで、うん、ここまで来た出しちゃいかんよね、中日がね。中日側がここはもうね、うん、まあ、それなりの成績を収めらないとさ、今シーズンそれはもちろんそれが条件だけど、そうですね、うん、まあまあ、まあ、他の球団で欲しいところはあると思うよね。ありますね。さあ、そして4人目の大物、最後なんですけれども、はい、中村翔吾選手です。ロッテのいい選手ですけれどもね。そうだな。いや、これロッテは絶対出したくないですよね。ロッテはね、はい、ただ本人はどうなんだろうという、なんとなくさ、はい、ロッテのその球団の居心地っていうのは、はい、中村にとってはすごくいい環境なんだよね、はい、で野球もやりやすいし、はい、で一番なんか頼りにされてるというか、うん、今の状態ではね。そうですよね、まあ、日本人ではね、はい、うん、だから非常にいいと思うけども、でも中村が本当に将来のことを考えると、はい、ああ将来監督候補かロッテの、あ、まあ、それだったら出ない方がいいか。そ う,、ね、そうなんですよ。ロッテ担当記者によると将来の幹部候補でも、まあ、そうだね、幹部候補じゃダメなんだよ。監督、監督じゃないと。あ、幹部なんかもういらないよ監督しかいらないよ。そうですね。いや、監督手形を渡すようなことがあれば、はい、残ってもいいね、うん、でもそれ以外だったら俺は、はい、セリーグでやっても面白いと。おお、うん、まあ、3拍子揃った選手ですし、うん、セカンド欲しいっていうチーム、あ、セカンド守れる、まあどこだっていいんじゃない。セ・リーグだと、まあ、例えば、はい、阪神もそうだし、はい、まあ、菊池はいるからいらないよね。カープは、はい、山田がいるからいらないよね、はい、まあ、吉川も、まあ、レギュラーっちゃレギュラーだけど、巨人も欲しいと思う、まあ、中村が来たら外される可能性もあるしね、はい、で DeNA の方も、はい、例えば牧の守備を考えた時に中村がいたら牧をどうするか、うん、ファーストにできるとか、う
まあそういうことは考えられるよね、いろいろ。ですね、じゃあセリーグ向きというかセリーグかもしれない。セリーグ向きでもある、うん、タイプ的にね。はい、うん、ただやっぱりロッテは優勝を狙うために絶対に必要な選手とは言ってるので、いやいや、それはやっぱり顔だしさ、はい、それはなかなか、俺は中村は残ると思うけどね。残りそうですか。うん、そんなに不満もないと思うよ。で、井口監督もうまくいってると思うし、はい、で、おそらくロッテ側も中村に対しての評価は最大限すると思う、はい、だから俺は出ないと思うけども、うん、でも、なんか手を挙げてほしいよね。あ、どこがどう動くか、それはファンとしてちょっと見てみたい、ね、気がしますね。まあ高橋周平もそうですさ、はい、うん、じゃあこの4選手、はい、まあ、今年注目っていうことだな、ね、豊さん、じゃあ西投手はもしかすると出る可能性もあるかもしれないけれども、残りの3選手はもしかすると、うん、まあ、残る可能性の方がちょっと高いのかなっていう感じですか。そうだね、うん、まあ、あんまり動かないのかなっていうのに思うけど、はい、西はさ、なんかこう言動だとか、はい、そのなんていうの、いろんなマウンドを、まあ、言ったように、はい、スッと降りていったりだとか、はい、なんかこうね、うん、うまくいってんのかうまくいってないのかっていう、うん、まあ、そういうところはあるし、感じるしね、はい、だから、まあ、あれだけのなんで投球内容であれしか勝てないかって、うん、裏に何かあるんじゃないかって、なんか変に勘ぐってしまうよね。そうですよね。だからそういう意味ではまあ、出る可能性もあるのかなっていう、ね、うん、もしくは、まあ、自分をよりよく評価してくれるところがあるのであれば出るっていう、もちろんね、権利ですし、力はあるからね。そうですよね、うん、さあこの4選手が、まあね、昨シーズンはちょっと静かでしたけれども、はい、さあ今シーズンこの4選手の動向をちょっとね、うん、気にしていきたいなと、ね、はい、思います。はい。